皆さんおはようございます。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日はですね、まず DVD の紹介からさせていただきます。11月の終わりにですね、開催しましたこの鶴橋ブックスの西田拓司さんの講演会の模様を収めた DVD が発売になります。まあ、小さなね、本屋さんの大きな挑戦ということでですね、西田さんが考える地域づくりと人づくりについて大いに語ってもらった DVD です。もちろん、講演の他にもですね、質疑応答もすべて最初から最後まで完全収録してあります。未来の種をまくという理念とですね、ビジョンを実現するためにですね、業績をも、業種のをも取り払ったですね、西田さんの経営。やはりですね、この若い感性と価値観に注目ということですね。これまた、詳細が決まりましたら、皆さんにご紹介できると思いますので、ぜひご覧ください。さて、今日の動画ブログですが、あなたの常識は世間の非常識というテーマでお届けいたします。先日、企業再建の神様、伊藤正孝さんがですね、2011年の6月に弊社の主催で行いました講演会の動画を見ていました。この講演会はですね、2011年6月ということで、東日本大震災の3ヶ月後に行われたものです。地震、津波、原発の影響で日本の経済はどうにも立ち行かない状況でした。そして閉塞感も漂っていました。そんなこともあって、元気、やる気、強気、頑張る日本の中小企業というですね、キャッチをつけまして、特別に行った講演だったんですね。伊藤さんはこの講演の中でなぜか私のことを話されていました。この講演会の前日、私は伊藤さんに電話を入れました。明日の講演会の時間と段取りを確認するために電話したわけです。私は伊藤さんに限らずですね、弊社主催で講演者とかセミナー講師をお呼びした場合はですね、必ず前日に時間と段取りの確認を行うことにしております。理由はですね、もしものことがあると悪いからなんですね。例えば、日時を間違っていた。会場を間違っていた。まあ、こんなこともあるわけです。日にちをですね、間違うことはめったにないとは思いますけども、時間ですね、特に。これは間違いやすいので、注意が必要です。例えば、15時と5時、17時と7時などですね。また、あるセミナーでこんな経験をしたこともあります。このセミナーに参加したんですけども、時間になっても講師が、来ないんですね、会場に。で、慌てた主催者が講師に電話をしたところ、この会場とは全く逆の方向に向かって歩いていたということだったんですね。なんと講師が迷子になってしまったということです。はたまたですね、こんな経験もしました。私はあるセミナーに参加するため会場に向かいました。会場に到着したのはセミナー開始時刻の大体20分ほど前でした。ところが、会場は真っ暗。鍵もかかってたんですね、その部屋は。で、私は焦ってしまいました。そうしたらしばらくすると主催者の方から電話があって、会場が変更になったということだったんですね。理由は簡単でした。主催者の方が会場の予約をするのを忘れていたということだったんですね。おそらく思い込み、思い違いだったと思うんですけどもね。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。このようにセミナーとか講演での落とし穴というのはたくさんあるわけです。こんなこともあって私は前日に必ず確認の電話をすることにしています。さて、伊藤さんが講演で紹介した私の話とはこのことなんですね。前日に時間や段取りの確認電話がかかってきたのが、わずか1、2分の確認電話をかけてくる人はですね、稀だということなんですね。これを聞いた私は大変驚きました。当たり前だと思ってたんですね。皆さんがそうしてると思ってたんですよ。しかし、よくよく考えてみたんです、私。私もセミナー講師とか講演を頼まれることが多々あります。しかし、前日に
日時とか段取りの確認電話をかけてきた主催者は考えてみたんですけど、残念ながら思い出すことができないんですね。もしかしたらいたのかもしれません。ただごくごく少数だったと思います。私の常識は世間では非常識だったようです。伊藤さんに褒められたことで、これも私の長所ということにします。このようにですね、自分の長所とか強みは他人に言われて初めて知ることがほとんどではないかと。そしてその長所や強みは自分では当たり前だと思っているので全く気がつかないんですね。例えば大自然に囲まれた地域に住んでいる人は、身近に大自然があることが長所とか強みだとは思っていないと思います。むしろ近くにコンビニもなく、買い物に不便だと思っているのかもしれません。しかし大都会に住んでいる人にとってはどうでしょうか。身近に大自然があることは羨ましくてしょうがないと思います。これはですね、人、会社、お店などにも当てはまります。東京都の小金井市に株式会社武蔵野という会社があります。この会社は非常に有名ですね。事業内容としては、ダスキンの事業だとか経営サポート事業を行っている会社ですね。そして社長の小山信さん、この方は経営コンサルタントとしても活躍されています。この武蔵野なんですけども、小山社長曰く、経営方針に書いてある武蔵野の強みを知るためにですね、なんと5年もの歳月を要したということなんですね。なぜ5年もの歳月を要したのか、その強みとはですね、ごくごく当たり前のことだったからだそうです。おそらく誰も気づかなかったんでしょう。アメリカにジョセフとハリーという心理学者がいます。この2人が発表した対人関係における気づきのグラフモデルというのがあります。名称はジョハリの窓と言います。このジョハリの窓によれば、人間には4つの側面があるということですね。1つ目が明るい窓。これは自分も他人も知っている自分ということですね。2つ目、これは盲目の窓。他人は知ってるけども自分は知らない自分。で、3つ目は隠された窓。他人は知らないけども自分だけが知っている自分。で、最後の4つ目、これは未知の窓です。まだ自分も他人も気づいてないという自分ですね。この4つの窓の中で、特に長所とか強みが隠れていそうな窓は、盲目の窓と未知の窓です。先ほどの私の例をジョハリの窓に当てはめると、他人は知ってるが自分は知らない、いわゆる盲目の窓に該当します。未知の窓は誰も気づいてはいませんから、よく調べればもしかしたら長所や強みがあるのかもしれないというゾーンですね。顕在化はされていませんから、見つけるまでには時間も労力もかかると思います。さて、あなたはご自身の会社やお店、商品やサービスについて長所や強みは分かっているでしょうか。よく分からないのであれば、お客様に聞いてみてください。盲目の窓からの視点で長所や強みが見つかるかもしれません。お客様が知っていて、売り手のあなたが知らないことは思いのほか多くあるはずです。それはいいことも悪いこともあると思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。